ああ、ヤンチ君はよ。あんちが。はい。はい、サーモンっていうか、バイトの方はどうだい？バイトはもう、最強や。最強だ。バイト最強ということ、鮭に対して最強雑魚狩りしてんの鮭に。いや、鮭が弱いからって。弱いものじめ。うわーその言葉使っちゃダメ。それは禁止ワード。最強アンチじゃなくて、最低アンチだな。やってきたぞ、時知らずいぶし工房に。おお、君の好きそうな時知らずに来たよ。もう嫌い。知ってる？時知らず何か嫌いってことは魚な、何か知ってる？時知らずサーモン何か知ってるか？サーモンの鮭の何か知ってるか？知らない。あ、俺も知らない。知らないのかよ。分かんない。時知らずってなんだよ。知らないよ。まあ、ちなみに今日武器ね、めちゃくちゃ強いから。確かになんかいい感じの武器だ。あのね、スパッタリーとボールドマーカー、チャージャー強いし、うん、めっちゃ強い。だから多分すげえ簡単だと思うんだ。ノルマ13だし。あんちが評価低いのかな、ね、あのやってないことバレるからやめて。でもね、俺最近ゼロにしたから、40にしたからさ。あリセットしたから多分俺のせいだと思うな。そうだね。ちなみにリアルではバイトとかするの？いや、もうやばい。仕事するの？いや、一回もやったことない。なんでそんな偉そうにやったことない？バイトなんかしないよ。バイトしたことないの？なちゃんの元で働いてるから。いや、もう働いてるのか。アンチとしてアンチとして働くの？働いてるから。ニートじゃん、いわゆる。そう、アンチニート。他のバイト入っちゃダメなんですよ、なちゃんのあれ入ったら。そうなの？そう。じゃあもう稼げない。そう。お金は好き？お金は大好き。ないですからね。お金ないですから。お金は女？女？やっぱりね、女？女ですよ。女同じか。使わないよ。お金使わないの？使わない。だってバイトしないからないでしょ。たまらないじゃん、バイトしてないから。お年玉で。あ、そっか、お年玉。そうだね。うん、なんかノルマ13の割合で27個運んでる。すごい。話してるだけでこんなに。そう、話してるだけでね、サーモンってこんなにいくんよ。一番面白いよ。すごいね。楽でしょ？雑談にいいでしょ？うん。でもこれ。雑談してこう。おう、いいよ。でもこれね、俺から振っていい。え？俺から話振っていいの？おいよ。はい。じゃあいいっすか。いいっすよ。なちゃんが、なちゃんバイトしたことある？あ、俺ある、ある。おぉ、一番辛かったバイトは何？一番辛かったバイトは、引っ越し屋さん。おぉ、一日で俺辞めた。いじめられて辞めた、いじめられて。ちょっと、あの、重くない？なんか、社員とバイトがセットであるんだけど、社員二人でずっと喋ってて、あの、お前これ運べやって、重いものを俺渡されて、なんか腹立ってきて、あの、ごめんなさい、熱中症になりましたって言って、あの、トラックの荷台で休んでた。なんかめっちゃ ね、違うの。言い方きついし、いじめてきたからね。絶対やんない方がいいと思う。女の子いるんだよ、女の子時々。うん。日雇いだから。お、女の子をなんか、親父たち優遇して可愛ければ。優遇してさ、うん。ずっとね、あの、君は見てればいいからね、みたいな。気持ち悪いんだよ、なんか女の子いると。スプラトゥーンでもいるじゃん、そういう人。お前。やばいぞ、怒られるぞ、やってる人に。いや、見てる人多分ギクってしてるよ。やってる人よ、絶対見てる人で。やばいやばい。え、なんて言うの？まあ、いろんなゲームでもいるからね。まあね、アンパンマンのゲームでもいるしね。いや、ない、そんなゲームは。ないの？俺やったことないけど。うん、ないよ。アンパンマンゲームあるでしょ。あるかな？あるよ。ジャムおじさんとバタコさんを結婚させるゲーム。何それ。チーズが生まれない。誰そんなゲーム作った？アンチキンが作った。あはははは。なんかもうまたノルマクリアした。当たり24個。なんで俺ら喋ってるだけでクリアした。喋ってるだけで。なんだこのゲーム。このゲームなんだ。やばいやばいやばい、楽しすぎるこのゲーム。ねえ。で、多分あれだよ、真剣にやってる人はね、あっちに鮭いるよ、5匹5匹って言ってたもん。そんなこと多分言ってる。ええー、俺だって何も考えずできんもん、このゲーム。うん、あ、暗い。あ、暗いかな。バイトリーダーだったからね。
ほら、俺バイトリーダー。かっこいいでしょ。ゆなちゃん、あれでしょ。ん？同じとこいるんだ、お前。同じとこいるんだよ。仲いいと思われちまうだろう。やめてくれ よ。アンチだぞ。アンチなんだから違うとこ入れないと。今違うとこ入れてないとあれだぞ。恥ずかしいぞ、俺たち今の。カットしとか、あそこだけ。うまいこと。オッケーオッケー、あそこだけ。同じとこ入れたらカットしよう。おい。じゃあ、うなちゃんが、うん。一番楽しかったバイト。楽しかったバイト？うん。バイトに楽しいもないよ。バイト楽しいもない。楽しくないの？いや、俺はないけどね、時々いるんで、居酒屋で働いてる男女。なんか終わってから飲み会だとか言ってさ、社員の飲み、全部おごってもらったと、よくインスタとかツイッターにつぶやけて。あれ無理。あ嫌い。無理なの？あれ嫌だった。羨ましかった。俺やったことないから。できなかったの？俺ね、ラーメン屋さんで油つきながらね、バイトし終わってね、あの、風呂行きたいって言ってるツイートで。油まみれやってる、ラーメン屋さん。しょうがないじゃん、油使う。確かに。俺が麺を。一番使う。俺が麺茹でるんだよ。茹でれん？茹でれる。食べたい？本当に。あんちゃんやめたら作ってあげる、作ってあげる。やだ、死んだ、やべ。やべ、変なこと言うから。変なこと言うから。このゲームで死ぬの？どこいる？どこいるの？ああ、ありがとう。ああ、呼び返っちゃったか。なんかマジで喋ってるだけで終わった。ねえ、終わっちゃったよ。あれ？クリア。クリアだ。あ、死んだ。待って。やべ。ああ。終わっちゃったよ。簡単だった。なんだこのゲーム。ね、俺が評価下げたせいで多分すごい簡単になってると思う。味方は嬉しいだろうな。うん、イエーイ。おお、同じことじゃん。やばい、仲いいと思われる。いや、仲悪いって。やばい、やばい、仲悪いから。やばいな。はい、2戦目です。はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。ああ、マジででも喋ってれば終わるからさ。結構あの、友達とやったとき絶対楽しいと思うんだけど。ね。面白い。俺アンチとだからそんな面白くないけどさ。いや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 。面白くないわ。せっかくやってあげてんのに。回線抜こうから。ダメだよ、さっき回線落ちしたくせに。それはね、セブンの前はいつだかってたから。近くにセブンが、セブンのせいで。近すぎる。しょうがない。セブンが悪い。俺が一番好きなコンビセブンだけど。本当に。あ、てかこれ、ね、満潮だ。ん？なんで黙ったの？満潮だって、満潮。おぉ、満潮になんか興味あんの？ないよ。満潮に興味ある、どういうこと？どういうこと？どういうこと？これ、アンチ君なんかバイトの敵は悪くない？ちょっと倒してる？どうしてこれ？いやいやいや、敵は悪くない？アンチ君。いやいやいや、バイトしたことある？もう悪いよ、だって。悪くない悪くない、俺だってバイトめっちゃするもん。俺めっちゃ肌いってよ。バイトして、だってあんましたことないって俺聞いたよ。いや、したしたした、めっちゃしたよ。いや、夏だってマックの前で1ヶ月やめたんだ。それは違う。それはいじめじゃなくて、それは、あの、え、それね、語弊がある。語弊がある。部活がしたかったの。で、高校生の頃に、一番最初に始めたのマックで、お、なんか1ヶ月で気づいたらやめてた。行かなくなって、ね、落ちたじゃん。変なこと言うな。ねえ、変じゃないよ、俺のバイト変じゃない。うえー、起こしてよ。絶対やだ。ありがとう。アンチやめたら起こしちゃう。味方優しいな。今の味方に起こしてもらう。最強アンチって名前なのにな。あー、やべ、あー、やだ、あー、危ない、生きてる。いや、俺絶対死なないから。いやいやいや、やられないから。俺アンチ君もう2回ぐらい死んでない？ちょっと死んでる。うなちゃんが変なこと言うために死んでる。いや、俺のバイト変じゃないから。ちゃんとバイトの仕事してる。でも今ニートだけど。ああ、確かに。 YouTube は職業ですか？難しい話だ。履歴書に書けると思う？ YouTube。 いや、今の字だったら書けるんじゃない？書けんの？書ける、書ける。何でも書いていいなら俺俳優って書くよ。あ、売れっ子俳優って書く。不動産とかでなんかお家借りれないんでしょ、うん、YouTuber。 ああ、ローンとかだとね。
買えない、でも分かんない今時は知らない、でもなんかそう言うよ、ね、俺は、うん、借りれたけど借りれたでもカードとかだからなんでこんな生々しい話を、なちゃんですけどって言ったの言ってないよ言ってないのなんだよ生々しい話するの絶対あの大人はすごいね詳しいかもだけどね小学生ぐらい 10歳ぐらいの子分かんない分かんないカードって何遊戯王カードってなっちゃうから分かんないから多分遊戯王カード古いでしょ古くない古いかな今何カード入ってる今ポケモンカードじゃないえポケモンカードの方が古いよえポケモンカード昔流行ってたもんデュエマデュエマデュエマめっちゃ古いねえ俺デュエマだって何してたのデュエマで切り札勝負満場目サンダーいや、思ってないわ遊戯ボーイじゃないよ、遊戯ボーイ、ね、わかんない違うよ、ふんじゃないまたわかんない人いるから女の子とかわかんないから、ね、あ、じゃあリカちゃん人形リカちゃん人形おなんかシルバニアファミリーおい、なんで煽ってんだ、俺抜きでなんか敵いなくないもう、あれだもう開けてる、誰か開けてるおぉやばい、猫ちゃん来た猫ちゃんアンチ煽られたんじゃない？煽ってたんじゃなくて嫌いだから煽られたの？煽られたんじゃない？あ、そういうこと？多分名前が嫌いだみたいなあ最強アンチそう俺は最近の流行り疎いから、うん、流行りの曲とか流行りのアニメとかも分かんないよおお最近流行ってる曲って何？最近流行ってる曲は尾崎豊のマリーゴールドえ古い俺今ボケたのに尾崎豊ってボケたのにマリーゴールドだと俺わかんないマリーゴールドリアルにあれじゃないリアルで古くないやべあナイスやべナイスやべ変なこと言うからマリーゴールドだって言うからナイスおい悪くないじゃんあ起こしちゃった起こしちゃったなんで助けてくれないのよし起こしちゃった17個はこぼこうふざけてたせいで勝てなくなったら多分苦情来るからめっちゃやばいいや危ねどう喋りすぎたね、うん、こんくらい喋らないとね、ゲームはつまらない、うん、集中してたけど俺昔ゲーム実況するまでは無言ですよ真顔で無言ですよそれじゃね楽しくないことに気づいた今楽しいここいっぱいあるよアンチ君のおかげで楽しいわゲーム楽しいっしょ楽しいわアンチ君のおかげでアンチのおかげでアンチ好きかもしれんいやダメだよダメだアンチはアンチ俺もしかしたらアンチのこと好きかもバレンタインで近い人あげちゃうから俺は嫌いだよ、まあ、嫌いは嫌いの好きの嫌いだべわかんないよ何だ何だかあ俺バレンタインであげちゃおうかないやないよいやない俺もあげないくれないちょうだいチロルチョコあげるアンチやめたらアンチやめたらやだやだやだおまた煽られてるぞアンチアンチノラに煽られてる煽られてない一緒に煽ってたの煽られてたあれいじめだよアンチいじめだバイトじゃんうなちゃんのバイトじゃんいや違う、やめろよ。俺バイトいじめられて、もうやりたくないんだよ、引っ越し。やめろよ。俺もうやりたくねえよ、バイト。もうカット。カット。いいね。マシンガン。